次に日経平均に移ります。日経平均は60年サイクル、まあ、非常に気が遠くなるようなサイクルですけども、まあ、これは戦前戦後、一応調べたんですけども、やはりありました。起点は日清戦争前夜、ここで安値をつけて、で大正バブルで天井で、戦後の起点は1950年、でやはりリーマンショックで60年後ボトムをつけたと。したがって現在の日経平均というのは2008年2009年のダブルボトムから40年間上昇するんですよということがわかるわけですよ。まあそこで対欲は無欲に打たり、今下げてますね、動揺しない、あと20年ぐらいしてまだまだ上がるんだろうと、こういう痩せとか飛べばいいんだと、まあただ生きてないかもしれないです寿命が尽きちゃいますまあそういう意味ではダメなんですけども、まあ次のボトムっていうのはもう分かってるんですよ。カーディナルクライマックスがまた同じように出てきます。これはアストロロジーですけども、このアストロロジーのカーディナルクライマックスが2008年に来ましたから、その前は、1930年、で次は2070年に来ますから、まあ、その前の前に天井をつけますからね。まあそれはどうでもいいことで、60年サイクルが上向いてると。現在もっと短いサイクル、これが8年です。これは会社1952年から調べました。ちょうど8年ぐらいのこういうサイクルがありますね。で、1990年に、天井をつけて20年間の下落、8年サイクルが来てましたけども、最後、1999年から10年延長しちゃってるんです。かなり長かった。つまりそれより大きなサイクルがここで終わりを続けたということで、長期サイクルが、何らかの長期サイクルがここで終わったということが推理できるわけです。2008年2009年ダブルボトムですね。この時8年サイクルは10年に延長しちゃった。さっきのドル円の7年に延長したのと同じような形で延長サイクルが終わったと。これすなわち長期サイクルが終わりました。でここからまた新しい8年サイクルが始まりました。2008年10月ザラバの安値ですね。次の8年後は2016年、そう今です。予定通り来てますね。予定通り8年サイクルのボトムに向けて相場が今下げてます。で2月に1回安値つきましたけども、まだこれは8年サイクルのボトムではありません。もっと先に、今年の10月ぐらいまでにその安値を下抜けるような下落がまた来ます。まあそれは置いといて、その中でこれ2013年サイクル移動の判断ですね。ダブルボトムをつけた後、これ週足です。やはり日経平均には8年サイクル、8から9年サイクル、この中に3つのね、3年サイクルが入ってます。で2008年から10月から始まった第一3年サイクル、これが12年に終わりました。その位相を見ますとセンタートランスレーションが出ましたね。綺麗なセンタートランスレーションが出て、次の2012年以降の大きな上昇につながりましたけど、その時何を見ていくかっていうと、まあこの時は3ポイント上値抵抗というのが出てますけど、こういうふうに3つの高値が抑えられたポイントを4つ目で抜けてきた時っていうのは非常に大きなビッグトレンドが出るというふうに確率が高い。しかも抜ける時はギャップアップしますから、こういう法則を知っておると、この抜けた時点で買っていけばいいです。しかも2012年に3年サイクルのボトムをつけてますから、次の第2、3年サイクルの上昇は最低でも1年、2年続くというふうな確信を持つことができるわけですね。まあその前にこういう小さな、これもスリーポイント割れてこう、そう出てましたね。ここを抜けてる、でさらにここを抜けてると、まあこういうもので徐々に徐々にボトムを確認するシグナルを見つけていくわけです。
で、さっきドル円で、非常に最初に述べたんですけども、今の日経平均はドル円とほとんど連動してますね。だからドル円を見ることは非常に重要ですけども、ドル円は今5年サイクルに向けて円高に入ってきてます。であればやはり株も同じような下げが来ると一応見ます。ただしドル円もこの2016年、ここで一応ボトムをつける、日経平均も同じ年に8年サイクルボトムをつけるということが一応推理できるわけです。でそこで8年サイクルボトムを打った日経平均っていうのは、次はまた大きな8年サイクルの天井に向けて上昇をするわけです。まあこのボトムっていうのはまだ時間帯が8年サイクルという非常に長期のサイクルですんで、またオーブが長いんですけども、そこをどうするか、まあいろいろなフラクタルとか先ほどドル円で見つけたようなボトムフォーメーションに注意しながら見ます。で、まあ一つ重要なのが最後に書いてます一乗間ダイバージェンスですね、トピックスと日経平均。まあその前にドル円の110円割れからもし起こった時、株の下げもまた加速させる、加速するだろうなということですから、ドル円が110円割っていた時っていうのは日経平均にもちょっと注意しといた方がいいですね。まあその時に株も下げてると。で、最後の局面では歪みに注意。どういうことかというと、ドル円は今度110円割って105円106円あたりまでもし行ったとしましょう。ところが日経平均はなかなか下げが続けないということになると、ドル円は下げてるけども日経平均はあまり下げなくなったなと、この感覚が非常に重要ですね。これは一種のダイバージェンス、強気ダイバージェンスになりますから。あるいは株はガンガン下げてるんだけども、ドル円はもうなんか下げ止まってるなということになると、もうこれは底が近いということになります。その時間帯が、今年の10月前後であればなおさら確率が高くなってきます。まあそこで一応慌てて買いに行く必要ないですけどもね、要は次の新しい8年サイクル、まあ強気型になると思います。強気型になるということであれば最低4年、長くて、7年上昇しますから、まあ、その時に先ほど引いたドル円で引いたような下降トレンドライン、スリーポイントボーナテイクラインとかそういうものをガンガン抜けてきたら確信を持って買っていけばいいというふうに思います。これが日経平均のトピックスのダイバージェンスですね。同じように出てますね。この8月の去年の8月の安値、日経平均は安値切り下がってました。トピックスは逆に9月の安値は8月より高かったんです。ここである程度の強気ダイバージェンスということで相場反転が期待できるわけです。まあ反転しました。まあ、ここは戻り天井でしたけど、で次に、下げてきて現在何に注目しているかということになります。2月の高値と、この安値ですね、この間で今レンジ相場になってますね。2月高値、2つ高値と安値2つありますね。ここでトピックスがこの2月の高値を更新する、日経平均が更新できなかった、そして反転したという時は強い弱気ダイバージェンスで相場が反転するシグナルになります。もちろんこれ逆のこともありますよ。日経平均が2月の高値を抜いて、トピックスが2月の高値を抜けなかった、そして反転した、戻り天井は終了というふうに、一応ここで弱気ダイバージェンスということが出るわけですね。まあそういうことで、あとは日経平均の3年サイクル、まあ3年ごとにこういう形でつけてますよと。でまだ23ヶ月目、まあ、2016年の12月前後5ヶ月というところでボトムをつけるということですから、まだこの安値は3年サイクルボトムではないと、あるいは8年サイクルボトムでもないというふうに私は思ってるんですけども、次にそれを同じような場面がどこで出たか
フラクタル分析に入りますと、ここで1972年から76年ブリッシュフラッグフォーメーションというふうに書いてますね。安値、ね、こう3回つけてで上がる。でまだ今ここの段階で2つ目なんですよね。戻してでもっぺん落としてで、こういう形で動いていくかどうか、ここのフォーメーション、これを重要視します。時間軸がまだ長いですから。で一応心当たりで2つ目の安値をつけて戻して3ヶ月ぐらい戻して、でまた夏場に向けて落ちてきたらこの3度目の安値になってきますからね。ここでようやくそこを模索する段階に入ります。でここで、まだこういう形でまだ上がってきます。ここでのボトムフォーメーションも注目しないといけないですけどね。で72年から74年の下落率、これはですね、当てはめると日経平均のターゲットゾーンが一応13,076ということになります。でその前に相場はもう上がってしまったと、ここはじゃあボトムだったんだなというその確認っていうのも必要なんですよね。今の予測が間違っていてもう2月でボトムつけたんじゃないかという場合、このギャップ、ここに書いてますね、このギャップをどういう形で抜けていくかということが非常に重要です。まず一発目のギャップ、2月の頭に出ましたね。本当に強いと今度はギャップアップします。ここでギャップアップしてまたこの上昇をやっていって次の抵抗ゾーンあります。ここも抜けてきたらもうボトムだったなと思わざるを得ないですけどね。まあ今のところそれは考えてないということで、現在のターゲットゾーン、さっきは1万3000いくらというふうに言いましたけども、ちょうど 50% 訂正が13971から13885ありますね。だから今戻しといてもっぺん下げて、で次の安値がこの辺りで、来て、そこからさてボトムのフォーメーションを作るかどうかということですから、まあ、今年の、夏以降の話になります。まあ、その時また、違うところでセミナーしますんで、来ていただければ有料かもしれないですけどもね。まあ結論、ドル円が5年サイクルボトムをまだつけていないと私は思っていますので、日経平均も8年サイクルボトムに向けてさらに下降をしたと。でボトムは2016年10月、ちょっと前後 1.4 年は長いんですけども、10月を中心に考えます。で3年サイクルは12月、まあ、この10月前、8月から12月の間でこういう形でボトムを探りたいと思います。でポイントはドル円が下値ターゲットゾーンに入った時に株がすでに下げ止まりの予想、先ほど見たようなダイバージェンスですね、ものが出だしたらボトムの位置を候補として挙げていきます。まあそこで拾う必要はないと書いてますね。まあ次の上昇は最低でも3から5年見込めますんで、で新3年サイクル、新しい次の3年サイクルは今回落ちた倍返しぐらいを見とけばいいです。5000円落ちたら1万円というぐらいですね。